はい、どうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録と高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、オルゾフブリンクということで。前回やったやつからちょっと調整しまして、ここですね、精霊界との接触を1枚増やしました。まあその分ね、怒りの大天使減らしたんですけど、そしてまあちょっと土地で赤マナが出やすく調整してみました。どうなんだろうな。赤タン相手だけじゃなくて、他のところにもちょっとね、多少勝ちやすくするのに、まあここちょっと万能なクリーチャー除去としてね、枚数増やしてみました。まあこれどうしてもね、マックスタフ4までしか焼けないんで、シェオルとかがちょっと苦手な部分はありましたね。こいつを引かんとどうしようもないっていうね、シェオル相手だと。だからまあちょっとここ枚数増やしてみました。まあこれでちょっと一回やってみましょうか。さあそれじゃあやっていきまーす。はい、プレイ。なかなか厳しいハンドではあるけど、行こうか。なんか笑えてくるハンドだな。さあ平地持ってきて、これでターン終了。これは吸血鬼か？そんな感じですね。さあ2回ぐらい。まずいね。除去が全然ない状況っていうのが非常にややこしい。さあブロックしません。魂転移来たか。まあちょっと一回守りましょう。さあ収穫者。なるほど。さあダック。ターン終了。
怒りの大天使か。さあ、不死なら。これで平地持っていきます。サブロック。さあ、怒りの大天使。さあ、攻撃しない。結構いい試合ですね。さあ、ダック。ここで放浪か。参ったな。警戒してなかったな。お、2体ブロックしてくれるか。それはちょっと面白いですね。だろうな、こっちでいいか。さあ、2体ぐらい。44なのがね、非常にいいね。教師か。
強いな。強いけど。非常に難しいねこれ。ここ倒して行くよりこいつ倒した方がいいような気もするんだけど。さあ魂転移、さあこれで放浪を倒します。野心家引っ張ってくるかどうか。野心家引っ張ってきましょうか。ライブラリをね少しでもちょっと圧縮しておきます。盤面は結構いい感じなんじゃないかなと思うんですけどね。あの4号がねちょっとサイズが大きいんだ。44で殴っても突破ができないんで、その後に怒りの大天使でとどめ刺しますか。なかなかこの収穫者がね厄介だね。こいつ早めにねちゃんと倒しとかんと、いつまでたっても勝てないんで。除去がねきついんでね。先に怒りの大天使、さあ2体でアタック。まあ、それはもう全然 OK ですね。ターン終了。宣教師でまた戻してこれるんで。さあもう1体肉体ぐらい出せたらかなり有利になると思うんですけど、次は86増やせれば。ああ、シェオル来たか。シェオル来てしまったか。さあブロックしない。
スタート。さあ肉体ぐらいターンする。向こうもでっかいの来ましたね。まあ婚礼の祭殿の分が多少有利な気もしますけど、スタートアップ。まあこれに関しては発展回復するのがね、まあ、目的みたいなところありますんで。さあこれでターン終了。シェオルがでも厄介ですね。タフ語がね非常に厄介だな。突破がすごいしにくい。突破が難しいぞ。ジアーダまで来ましたか。残りライフが5。さあ4体でアタック。まあシェオルはブロックできないっすねこれはね。お、シェオルブロックしてきますか。シェオルは何もブロックしてこないと思ったんですけど、違ったな。ジアーダ倒せよかったな。ジアーダじゃない、宣教師倒せよかったな。こっちのがこっち良かったね。失敗したわ今の。今の普通に間違えた。さあ怒りの大天使、まあ、もしかしたらもう一枚シェオルあるんかもしれんけど。さあターン終了。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。
ターン終了。さあ労働者からいきましょう。さあ鋼の四天使、さあバック、リディアナか。さあ鋼のステンシを戻します。シェオルかないったな。さあ鋼の四天使飛行を与えてリリアナ倒しましょう。さあアタック、ターン終了。さあブロック、さあフッシュなど悪意、婚礼発表、ハンコンつけて殴っていきます。一応絶望将来対策ですねこれで。まあ OK か。さあブロック、さあ怒りの大天使、さあアタック、殴り合いで押し切りたいね。シェオルもなかなか鬱陶しいけど、
まあブロックしなくていいかな。一応絶望将来撃たれた時用にね。さあターンもらいます。まあ、全員で殴ってドローした方がいいか。まあでもこいつ一体殴る意味はないか。さあアタック。ターン終了。そしてカード引く。ちょっときついね。土地3連続で引くのはなかなか地獄やな。相手あんだけハンドあって除去がないんだね。それに救われてる。これはもらおう。はい、対戦ありがとうございました。時間しますか。キープしてみますか。救出専門家いらんかな。ターン終了。さあ労働者。ただお相手はエスパー。さあ婚礼の発表。さあ石油化。おこれはなんだ？アーティファクト？門を釣ってくるやつか。さあ、テゼレット。
さあだ。このテゼラットにかまってる間にね、リアにされちゃうからな。だいぶ切ないぞ。あ、ウルザまで来ちゃったか。さあだ。まあこれはね、来るわな。さあだ。88か。おーっと、そっちを破壊するか。届かんの。さあブロックしない。殴って7点。ん？ギリいけるのか。いけるか。さあ空を飛ばす。到達持ってないわな。さあダック88。トランプルはなかなか暴力的です。さあ怒りの大天使。さあ本体4点いきましょう。はい、対戦ありがとうございました。マリガンかな。ちょっとハンドがね、なかなか厳しいですね。全くハンドが良くならない。うん、違うか。
さあ天使で労働者行きましょう。ターン終了。倍ぐらいか、もう先に倒しとこうかな。いやーもうキッカーで戻してこよう。敗者か。さあ魂転移、そして切り崩し、さあダック。いいんじゃないですか。さあ殴っていきます。さあダック、魂転移引けたのはいいね。今のこれ使っててもよかったかもね、不死なる悪意。土地が完全に詰まっとるね。ハンドめっちゃ重そう。なのに攻めれないっていうのが弱いな。今日はありそうだね。めっちゃチェックされてる。まあまあいいか。まあかなり引き弱いけど。それぐらいは持ってるやろうな。一体ぐらい土地出してターン終了。さあシオル VS ハンコン。まあ状況はまだあるか。おっこれは美味しいね。さあ7点払え、さらに2点払ってもらって、さあ不死なる悪意。
ただ怖いのが絶望将来次飛んでくんのが怖いんで、めっちゃブロックせずにしましょうか。まあ単発の状況あるんだったらもうそれはそれで仕方ないからね。引き弱いね、本当に引き弱い。これは引きが弱い。ここでこの引きはね、なかなか辛いね。なんで先に使わんかったんやろ。息が弱すぎて涙が出てくる。どっちにしても殴らないとね。認知交換していこう。もうそれしかありえないよね。選択肢としてシェオル出てるし。で、ライフ回復で戦術。クリーチャーが欲しい。いや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 、持ってるぜ。ハンドあるぜ。弱い。でもなんか向こうも、まあでも向こうはそれはないか。おお、めっちゃいいの来た。婚礼の発表、これはありがたい。息が弱い。面白いね。とりあえず殴れかな。またボブロックされる。ここでちょっとね、ツードローを選ぼう。まあまあこれはね、想定内。こいつで飛行つけて殴っていくか、飛行か反魂か分からんけど、ライフはまだ全然あるから、とにかく相手のライフを削りたいね。とにかく相手のライフを削る。さあアタック。ターン終了。絶望将来か。別に。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ウルズ・オフ・グリンクということで、ね、今日はただめっちゃランク落としたね。ちょっとね、さすがに事故多すぎた今日は。まあ今日ほんときつかった。怒りの大天使とかもうほぼ引かんし、なんかずっと事故っとったね。まあでも事故らんかった時はでも本当に勝率としてはなかなか良かったですけど、まあでもやっぱ致命的に苦手なデッキっていうのがやっぱありますね。
パイレクシアへのもん、釣ってくるデッキに対してはかなり正直きつい。前に、なんか、前の動画では一回ね、なんか奇跡的に勝ちましたけど、基本的にあれ勝つのはもうやっぱなかなか難しいですね。まあでも、どうだろうな。赤タンとかには強いし、結構殴り合いも強いし、まあランク戦では結構戦いやすいのかなと。ただ何の具合かわかんないですけど、めちゃくちゃ事故った。マリガン仕様が問答無用で事故ったからな。まあ事故はしゃあない。まあ今日はそういう人思うしかないですけど。はい。まあでも、体感的には結構ランク戦 BO1 では勝ちやすいと思いますんで、ランク戦やってる方はね、ぜひやってみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。